スコット・マックス2007で展示されたスキャットのフルサイズモックアップスキャットはロシアの RSK ・ミックによって開発された2つのコンセプトを持った無人偵察攻撃機である。機体形状はステルス性を考慮した全翼機で当初は2枚岩の垂直尾翼を有する形状も考慮したが風洞実験の結果から全翼機型が選定された。発動機は クリーモフ RD-5000 ビーターボファンエンジンで、これは RD-93 エンジンの派生型とみられる。スキャットはシード任務に使用されることが想定されており、腹部ウェポンベイには KH-31 のような大きなミサイルでも搭載できるよう十分な容石が確保されている。スキャットの初期型は、ロシア国内の航空関連法令に従うため、友人で飛行する予定だった。 RSK、RS MIC の総合ディレクターのセルゲイ・コロトコフが以前に報道陣に話したように、スキャットの開発は中止されている。同期の開発中止後、ロシア国防省の決定により、スホーイが主体となって新たな無人攻撃機の開発を行うこととなった。このプロジェクトには、MIC の技術者も参加するため本機のデータも使われるものと考えられていたが、同プロジェクトも 資金不足で中断した。2013年6月3日、ミックはスキャットの設計に基づいて新しい有株を研究開発する契約に署名した。2015年12月22日、セルゲイ・コロトコフはゾギーと共同で無人攻撃偵察機の開発を継続しているとコメントしている。ありがとうございます。